こんにちは、グッピー小杖です。今日はですね、大自然の小さな家というなんかキャンプイベントなんですけど、なんか最小限バックパック1個と手荷物1個で最小限でキャンプをしようというね。カートや車輪付きキャリア禁止とか、ゴミや廃棄物すべて持ち帰りで、給排水設備や照明電源設備などもないけど、最低限の持ち物で何を持ってキャンプするのかみたいなね。大阪の舞洲でやってるんですけど、それにちょっともうすいません、もう情けないんですけど止まらず参加しております。ちょっと夜までおろうかなみたいな感じで、カナマのソロキャンプを楽しもうと思っております。3日後ぐらいにすごく大事なお仕事があって、絶対に風邪をひきたくないというそれだけめちゃくちゃ寒い。なんか大阪市内やったから舐めとってんけど、めっちゃ寒い。スウェーもね、ちょっと頑張ってやりました。こんな感じでほんまに最小限で来たんですけど、皆さんねすごい山登りのキャンプに慣れてるという感じで、バックパック1個に詰め込んできて帰る方がほとんどでした。すっごいもうおしゃれじゃないのが見えてるめちゃくちゃおしゃれじゃないのが見えてた。夕日が沈みかけているので、全部ビュンビュン吹いてるんですけど、ちょっとここらでとりあえず一杯やりたいと思います。見てこれ、やばくない？これキャンプのイラストのやつ、こんなんあんねんな。いきます、エチゴビール。あー、おいしい、おいしい、おいしい。寒いのでちょっと着込みます。ちょっと寒いわ。夜ちゃんと畳んで帰れんのかなっていう不安さと、でもこの寒空の中に飲むビールがまたうまい。夜9時になったら焚き火の周りでアウトドアのスペシャリストトークイベントみたいなのがあるみたいで、その時には焚き火に当たれるみたいでございます。寒いな。ちょっと焚き火でさ、焼き鳥を炙ろうと思って持ってきてんけどさ、ちょっとガス火で炙りますわ。日寄ってるわ、これ今流行りの日寄ってるやつや。寄ってるやついるやほんまっていうか、なんか焚き火で炙ろうと思っとったから油とかも全く持ってきてなかったので、魚ちょっとバターで焼きます。すごいな、やっぱパワーガスやわこれ。今日パワーガスじゃなかったらつかへんと思うわ。ほんでなんかめっちゃ火が、風で、風どっちから吹いて、こっちから吹いてんのか。うん、ちょっと安定した。で私がこっちに行けばいいんや。やばない、みんなここでねんねんで、すごいわほんま、ほんま日寄ってるわ。でこの怖がりの性格も直したいし、もうこれ女の食事じゃないですよねほんま。何これえ、ほんまに何これ、見て誰か楽しい大丈夫かな、こんなギリギリちゃん。美味しそう引けてるやん、なんやかんやで引けてる。子供たちが遊びに来た。子供たちに絶対見られたくない姿や。あ！じゃあちょっと食べます。うん、おいしい。なんかこれ結構大人のイベントやな、うん、大人って感じ。ほんでさ、ほんま一つ言っていい、なんか油持ってくの忘れたやんか、バターで焼き鳥焼いたやんか、バリうまい。やっぱそこやねんな。なんか天心木村さんがキャンプは失敗した時がいっちゃんおもろいって書いてて、そこやねんな。私焼き鳥をバターで焼くこと絶対なかったもんな今まで。これで、ほんでさ、一人でこんな喋ってるやつ大阪やけど一人もおらん絶対に。しかも見て、ここにここにもう七味入れてきたもんな。もう必要最小限しか持ってきたらあかんから、ほんまに調味料もいつもめっちゃ持ってキャンプ行くのに全然持ってきてなくて、生姜入りっていうのが出てんねんな。
ックすぐ冷たくなってしまった。さ外出た時さ雪降っとってんやんか。バリ寒いやん今日。どっちかって言ったらみんななんかこもって感じかな。なんか全然外に出てる人がちらほらしかいなくて、そろそろもうこれ飲んだらもう次あったかいの。大阪市内やけどこんな感じでだだっ広い草原なんですよ。普段はパラグライダーとかやってんねん。ここすごくない？うん、なんか暗くなってきたわ。でもなんかこういうのも楽しいな。ちょっと熱燗飲んじゃおうかなって思ってます。でも多分すぐあれよね、すぐ冷めそう。おちょこが鬼ほど冷たいからさ、ちょっとおちょこも温めちゃおうかな。こうやってで誰が取る、ほんでで誰が取るやろ。早いかな。あでもほんまそうやわ、これぐらいやわ。で豆花火っていうめっちゃ美味しい豆菓子屋さんを最近発見して、チーズナッツあられっていうやつやねんけど、わさび豆とかなんかめっちゃ美味しいのいっぱいあんねんか。乾き物の代用ぐらい美味しくて、これを一緒に食べながら鍋ができるまで熱燗と一緒にやる。すごいよなこれ。イベントはゴミを持ち帰らないとあかんねやんか。でそのゴミを持ち帰るって今すごいなんか問題視されてるやんか。マナーが悪い人とかがキャンプ場でみたいな、不法投棄じゃなきゃなんかそういう感じでさ、無料やったのに有料になるキャンプ場もあったりとか、無料キャンプ場が閉鎖になったりとかいろいろあったやんか。あれなんでちょっと涙出てきた。これはゴミを持ち帰るイベントやねんけど、ここってだだっ広い草原やねんて。でこういうイベントをやって今日50人ぐらいの人が参加してるらしいねんけど、その50人が参加してこのだだっ広い草原で一つもゴミ落ちてなかったらおもろいやんかっていうイベントやねんていやそれはおもろいやろそれはおもろいけど、それは当たり前やし、それでほんまにそうやったら、まあ、忘れ物とかもしかしたらあるかもしれへんけど、ほんまにそれがほんまにそうやったとしたらほんま人間捨てたもんじゃないなみたいな、そういう話をしながら私は酒を飲みます。お酒はぬるめの缶でいい。寒っ。あったか、あったか。なにこれ、熱っ。熱い、あったかい。ちょっと待って、なんかゴミっぽいもん浮いてんねんけど。あ、ちゃうわ、焼き鳥や。ちょっと待って、熱っ。じゃあ温まる、美味しい豆花火進みそう。シェラカップにさ乾きもん入れて食べたらさめっちゃうまいよな。こういうやつ売ったらいいんちゃう。柿の種シェラカップバージョンみたいな絶対売れんな。やろうそれ。私が柿の種休んでやったら絶対それやるわ。マジうまい、めっちゃ美味しい。水は見えへんな。でも、はあ、美味しい。スキーをやろうと思って、もう全然物を持って入られへんから最小限の調味料とかで作れるやん。うどん好きやったら。なんかお肉忘れたかも。え、ほんまにお肉忘れてる。あ、よかった、私の豚肉。よかった。蓋閉めた方がいいんかな、やっぱ沸くの早いかな。一人でキャンプするのって結構もうお昼が多かったから、デイキャンプとかが多かったから、なんかほんま久しぶりにこんな夜に一人でキャンプ楽しすぎ。ちょっとおつゆ作りすぎたかも。なんかいろいろ入れてみようかな。ちょっと熱くなってきたっぽいし。ネギ、お、落ちた。いいや、サンドル入れろ。ちょっとだし入れすぎたかな。しかもさ、ネギしか持ってきてへんっていう豆腐一人でこんないっぱい食べれるかな。
っちゃ楽しいわ。ちょっとさ、節約気味やからさ、豚切り落としやねんな、これしゃぶしゃぶロースとかじゃないねんな。なんかわびしくて寂しくてすいません。まあええがな、こういう日もあるわ。美味しそう、いいね、楽しいや。なんか鍋でいったろう一回。美味しそう。一旦ちょっとお肉と、もういけるかな、ほうれん草とか。うちのなんか青ネギはいけてそうな感じ。ちょっと食べてみよう。でも最小限やけど、黒七味さやったらさ、たちまち本格な味になるから、なんか美味しい。京都来た、京都の小鍋の味になるから。美味しそう。美味しい。しかもこのほうれん草さ、うちの畑で採れたやつめっちゃうまい。なんか切り落としとかでもこんな、なんか長いやつあねえな、長いねえな。うん、全然うまい。あ、全然いいわ、いける。てか装備のつゆで今日やってんねんけど、めっちゃうまいな。うん、うまい。ちょ、豆腐食べよう。豆腐、鍋といえば豆腐やろ。豆腐いただきます。豆腐とはつかんてもめっちゃ最高やな。うまっ、マジでうまい、マジでうまいねんけど、ほんまに断食道場さっきまで行ってたんかっていうぐらいのうまさ。うまい。なんか真冬の滝に打たれて修行した後ぐらいこの豆腐うまい。うまっ。3パック78円の豆腐がこんなに美味しいって感じるってほんまに幸せやと思う。泣きそうになってきた。もう泣きそうなってきたから、ネギ食べるわ。ネギと豚めっちゃ美味しいな。ほん、ああ美味しい。ほんまに値段のことばっかり言ってごめんやけどな、この細うどんな、4個で100円やで。今から入れねえ。でも4個で100円のうどんなんかな、ほんまに美味しいわけないねん。入れるで。ああ遊ぶ。めっちゃちぎれるしな、ちぎりやすいっていうやつ。ちょっと全部食べられへんかったあれやから、ごっつおもろいや。これ、あのおうどんをやってるんですけど、これができたら、せっかくテント立てたので、ちょっとテントにこもって食べてみようかな。なんかノリでちょっとテント立てちゃったんで、なんかこもってみたんですけど、さっきとあんまり絵面変わらんっていうところもあるんですけど。でも4個で100円のうどんなんかな、ほんまに美味しいわけないねん。美味しい。絶対うどんは細うどんやわ。鍋のうどんはもう絶対細うどんやねんけど。あっこ、はあ、ほんま何やってんのやろ私。ヘリコプターが飛んでる。なんかすぐ近くにヘリポートがあったり、あと USJ がめっちゃ近くにある。相変わらず豆腐うまいわ。テントの中に入ってきても豆腐のうまさは変わらん。家で食べるより美味しいんやろ。黒七味見て、もう靴の脱ぎ方シンデレラの脱ぎ方やん。これもうダダってなってるやん。もううどんテントの中で食べよう、ダダってなってるやん。もうシンデレラの脱ぎ方してるやん、ほんま。まあシンデレラ狩りに12時には帰らなあかんのですけども、黒七味ってあんまりメジャーじゃないんかな、言ったら。山椒が入った七味みたいな感じ。お
を畳んだりとか意外と切るなんかペグを絶対忘れそうですよね。それだけお気をつけないと。ここらに結構いるんですけど、川沿いの